化粧品、おむつ、洗剤とバラエティに富んだ日用品を販売する花王。1回目から輸入博に出展している花王は、今年伝染病を媒介する蚊を撃退する画期的な新商品を持ってきました。地球温暖化に伴い、熱帯亜熱帯地域で蚊を媒体とするデング熱やその他の感染病が大きな社会問題となっており、これを解決するためにも誰もが安心して使えて蚊による感染症から命を守る製品ということで開発いたしました。この蚊よけクリーム、化学物質に頼るこれまでの蚊よけ技術とは異なり、物理的に蚊を撃退しようとする技術です。それを実現する鍵はこの低粘度シリコンオイルという素材です。蚊がこのシリコンオイルに触れると体が重くなるのを嫌がる性質を利用しています。研究によりますと、何も塗らない肌は 85% が蚊に刺されましたが、シリコンオイルを塗った肌はたった 4% しか刺されませんでした。このほか花王は中国でドローンを使った農業が進んでいるのにフォーカスして、工業用には防錆洗浄剤、ナノ技術を使ったインクなど、中国の農業や工業分野にフォーカスした新商品を投入しました。日用品が主力の企業がなぜ今農業や工業分野の商品を中国で紹介するのでしょうか。これから蚊を中国のビジネスも個人、家族、家といった範囲を超えて、例えば公共機関やホテル、外食産業における衛生や環境に優しい農業、工業など、広く社会全般の中で中国社会へ貢献し、さまざまな場面で消費者と触れ合える企業になりたいと考えております。中国市場に合わせた商品を輸入博の舞台で新しい分野への挑戦を続けています。